て腹痛いんだよな。全然全然本調子じゃないんだから手加減してほしいわ。ほんと針取れねえな後半。わかんねえ。パリパリパーリー。借りる文字変えてくるって話どうしどこ行ったんだよ。マジか。それ痛すぎるだろ。はい、それは取りやすいんだが。一回切ったら絶対逃げない。ここで切るじゃん。その後逃げるよね絶対。そこを追うか。ち、いけえな。お、取った。で、切って、クソ逃げねえ。逃げないんかい。うわー、しまった、もうか。いや、ひるめよ、そこは。オッケー。さあ、そろそろ終わってほしいぞ。OK。 もうどんだけパリ取れるかだな。逃げるよね、一回で。飛ばすのやめてきてね。ダメなの、それ。ちょ、追い詰められてますー。ちょ、一旦待って。一旦待と？ちょ、一旦待と？たまたまたま。位置悪いから。いった！いった！超痛い痛い痛い。一旦待とうぜ。一旦離れようぜ。オッケー。危ねえ。ちょっと位置調整する。いや、しなくても倒せそう。で、逃げるでしょ。だいたいパターン分かった。危ねえ。攻撃、攻撃。普通の攻撃すると一回で絶対逃げるな。いや、当たってるよね。いけ！よし、勝った。オッケー。チラ見せ。ふぅ。強化のぬる結晶6。いらんけど。うちの石いくら溜まっても使い道ないんだよね、今レベルアップ以外に。レベルアップしないからな、俺。別に。しろよっていう。しろよって言われるかもしれんけど。ラスボス絶対弱くなんじゃん。ラスボス雑魚みたいなのって微妙だと思うの。動画として。まあ、どうあがいても雑魚なの可能性はあるけど。メールいる。おお、毒沼だ。2回目だ、俺。あの、みんな、動画にしてないけど、ヘキボの遺跡にも行ったことがあって。ちょっとびっくりした。ヘキボの遺跡以来だな。行った！やめなさい。火炎瓶とか人に投げるの。教わらなかったの小学校の時。火炎瓶投げちゃいけませんよって。ねえ、火炎瓶作る授業の時に絶対教わるべきことでしょ。なんで死に際で。あー、めっちゃ痛かった。めっちゃ痛かった。火炎瓶結構効くな。ああ、アリアンナさんって、カインハーストの血脈の人なのかな？そうだよね。あの服持ってるっていう時点で。まあ、単にもらっただけかもしんないけど。一応、カインハーストの人だから、あの服着てたっていうことなのかな？カインハースト出身者はみんな血族なの？そこもよくわかってないんだけど。メルイルですが、行きましょうか。うちの医者なくなってもいいので別に。充血の主かーい。え、首ねえけど。なんだこいつ。なんか飛ばしてきた。いててててて、激毒耐性とかねえから。
終結の主、激毒に今まで苦しめられたことなかったけど。マジかー、死んだわ、もったいな。頭でもあんまり変わんねえな、多分ダメージ。頭ねえもん、そもそもは。やっぱりそういうことなの。おい、なんだー、マジか、そういうこと。なんか怖い音楽に変わった。琉球ホラー映画みたいな。ビジュアルしやがった。やばい、死ぬ、危ねえ。よし、はい、やばい、やられたー。それやってきやがったか、気持ち悪い。はい、ボケた、オッケー、ナイス。いやー、くそくっそ、素早いな、その攻撃。いてーす、くしろー、あかん、あぶねー、死んだとこだ。あー、マジで何今の。いや、もうそれさ、動作早すぎるって、早すぎる、そのまま。ドシーン、ドシーンが避けれてない。もうそれ、そのコンボマジ強い、好きなさすぎんなって、それお前が格ゲーキャラだったら俺それしか使わんわワンパターン操作な、操作いない限り、 OP 操作いない限りは。まったく強いんだから。やばい、もうあれがないわ、火がないから。こっちにしようかな、ヤスリ使い切った。マジかよ、油壺もねえな。お前帰ればあるけど、めんどくさいからこのまま行くわ。なんとなく分かってきたし、勝てなくはないだろう。回復しないで行っちゃうけど、いいか、回復だ。相手が引いたタイミングで回復しよう。いや、ちょっと待ってくれ。いやー、踏まれとる。罰をちゃんと押してくれ、復帰してくれ、ちゃんと。ドシーン、回復するわ。あいつが引いたら回復しよう。あ、避けて、分かってんのに避けらんねえな。前に出ればいいだけじゃん、これ。今更ながら踏まれた。結構隙がないから、えい、危ねえ、回復する、避けて、避けれてねえのかよ。すんすん、回復しようよ、これ早い、避け、避け、ナイス、避け、いけ、ナイス。分かりやすくて好き、行動が最近分かりやすくて好きになってきた。顔ないけど可愛く見えてきた。お、ひるんどるな。あー、しまった、逃げすぎた。おい、どうでもいい、それ。はい、避けたじゃん、今避けたやろ、回復しよう。いやー、その前に攻撃したい、回復すべきだな、今。1、2、3、 OK、いい、いいぞ、どんどん攻撃してこい、ドーン、オッケー。戦いやすい、癖がないな、この敵。あんまり思ったより癖がない、美味しい。痛い痛い痛い、食らってないか、食らっちゃいなかった。
ち側にいれば関係ないんじゃないか、この昆虫が出てきても。攻撃パターン変わんないだろ。懐にいれば。当たるんか、さすがに。さすがにそれ当たるんか。前にパンチするやつだから大丈夫かなと思った。そんなことなかった。虫が怖え。一瞬で虫にやられそう。パクって。あ、当たってない。なんか楽だぞ。最近楽。あかん。死ぬ。虫でやられそう。危ねえ、さっきから。全然もう、画面外にやっちゃったのよくない。OK。今までと同じ攻撃で。今までの君でいて。昔のままの。君でいて、危ない。死ぬとこだ。危ねえ。危ねえ。ナイス。もうちょっとだぞ、多分。いやー、今避けたって。攻撃してたかな。助けて。虫飛んできてたら危なかった。ええー。やん。気持ち悪い。生理的に無理。生理的に無理という精神攻撃。えい。サクサクサク。受ける。なるべく近づきちゃ、近づいちゃって。ドシン。ドシンじゃないんだ。近く、こんな近くにいるのにドシン使ってこない。あかん、もうちょっとで勝てるんだから倒す。もう勝てる。逃げて。はい、終了。はい、終了。寄ってこい。よし。はい、終了。久しぶりにこの手で勝った。おじゃる。充血の主。名前変えてあげろよ。首ないんだから。血石の塊。重い。重い。あー、銃だか。銃だこです。はい。ルビー君の整形もいいけど、まあ、境界杭でいっか。鍛えましょう、ここまでやったんだし。結構使ってるし。はい、ということで、ノコギリ槍と、極刀と、杭を、レベル10まで上げました。ノコギリ槍は炎で、まあ、獣特攻を狙っている感じですね。獣にはこれ。そしてこれが人型には、単純に物理のやつを上げて、ただ剣族と獣には弱いので使わないように。で、こいつは剣族用完全に。みたいな感じで。まあまあまあ、そんなに聖杯で結晶を詰めてないから強い武器ではないだろうけど、まあ、やれる範囲で強くしたぞ。で、使い分けしていこう。さあ、どなたでしょうか。三層です。トゥメルイル。お、お、お、誰。お、トゥメルの女王、ヤーナム。あ、君かい。めっちゃ血出してくるやん。他なんもない。めっちゃ広いな。人型だ。ってことは神秘いけるんじゃない。どうだろう。敵なんだね、君。うわぁ、そんな感じ？めっちゃえ、なになに、そういうこと、攻撃？危な。引いたからまだ、よかった。やばい。近くに寄ると、さっきの武者車やってくる。そんな攻撃力あんの？それ。ちょっと怖いから、慎重に行こう。よく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 よ。やめなさい。結構ひるむやん。ひるむやん。怖い。怖い。散発ってくる。いや、そんなことない。怖い。怖い。そんだけか。またこっからなんか、やばい行動してくるんだろうけど。めっちゃ、ててやめなさい。ああ稼よう。剣を持ってる。うっ。怖っ。え、何？大丈夫？え、何？何が起きたの？あの範囲内にいるとまずいのか。
正直よくわかんないけど。逃げまーす。え？どこ？え、なんか、もう一人いるよ。嘘でしょ？増えたよ。二人同時にいたよな、今。うわー！いて！激毒かよ、しかも。これはまずい。激毒耐性なんてつけてきてね。一応、あれはあるけど。激毒入ったー！超痛ぇし！攻撃力が、一気に上がったな。ヤーナムがボスなんだ。女王がヤーナムなんだ。ヤーナム女王みたいな。ファインハウスにいた人やん、君。え、ちょ、やめてくれー！やめなさい！いてててててて。あ、死んだけど！嘘やろ。なんじゃ今の。ちょっと待って、あの攻撃の予兆わかんなかったな。正直。攻撃力高い。神秘か、あれ。血の攻撃ではなかったと思うが。3回の場合もあると。シャパパパパパパ。怖いな、それも。パパパパパ。いで。シャパパパパパパ。シャパパパパパパ。それがどうした？ 3 回以上切ると多分、食らっちゃうからやめとこう。2回でいいや、今回は。腕力なかなかありますね。いつあの変なの使ってくるのかちゃんと見なきゃな。うわー、嘘でしょ。すごい勢いじゃん。あ、それね。それが予備動作ね。なんか懐で行って。やめろ。ひるみはするんだよな。はい。げ、もう一人いた。三人いんのか、もしかして。え？何人でも増える、もしかして。最終的に大量に出るみたいな感じ？あんまり油断できないな。なるべく対角線上に移動して、多くの敵を相手にしないようにした方がいいんじゃないか。あはははは。これは避けれるから、いいとして。これダメ！だからダメだってば！あぶね、ラッキー。何それ、え、何それ、意味わかんねえ。どこが攻撃範囲なの。ダメだって、あんまり受けちゃうよ。うえーが意味わかんない。あ、血がまっとった。血をまっとったぞ。あいつ危ねえからやめとこ。危ねえ、あいつ危ねえ。なんかすげえ突っかかりまくってる。何してんすか。ガクガクしてますけど。その動きやめなさい。公序良俗に反する動きを女王がするものではありません。あぶね。はい。そんなに言ってこないだろう。あいつ血の刃持ってるからやだな。ちょっと待って。ダメージ入ってねえじゃん。よく見たら。血の刃持ってるやつならダメなのかもしれん。あり得るかなと思ってちょっと確認してみたら。そのようだ。ダメ！逃げて！バカ！やっちまったよ！危な！何してんの？バカか？一旦逃げようぜ。危ね。地面から槍がババババって出てくるやつが未だによくわかってないのだが。何してんの？それか。消えたな。さあ、後半戦だ。こいつじゃねえ。偽物は一瞬で消えるのかな。回復しまーす。じゃあ攻撃していこう。消えた方が都合がいい。攻撃しまーす。何回も攻撃すると捕まっちゃうからやめまーす。う、何それ、いつまで続くんや。やばい、激毒が。ガンバカ、攻撃しすぎた。
逃げたからいいものの、相手が逃げてくれたからいいものの、えいえい、もう他のやつらが多分来るから一旦逃げる。やめろ、危ね。分身を消してみたいな戦い方でいいのでは。ほい、つけます。3回以上は無理多分。逃げろ、やばいよく見てる、ナイス。危ない、やばいやばい。毒液毒は大丈夫、回復して当ててけ。1、2、3、やばい、あかん。どう、勝てそうこれ。あ、もうやらなくていい、液毒は大丈夫、耐性があるから。一回逃げます。赤ちゃんは何なんだろう。赤ちゃんは俺の啓蒙が足りなくて見えてないだけかもしれん。だからもうついてるって。えい、えい、体力あるよ。危ねえ。はい、にょけただろ今。見切ってたよ今。俺。1。よし。またなんか、つけようとしちゃってるな。さあ、どこだ。今だ。倒せ。倒しきった。よっしゃ、意外と楽勝でした。ヤーナムー、ヤーナム死亡、ヤーナムの石塊ももらった。そんなに苦労しなかったな。なんだろう、真の強い部分を味わえたかな。そこは心配ではある。ヤーナムの石、トゥメルの女王ヤーナムの残した聖遺物。うっ、怖っ。女王の滅びた今、そのおぞましい意識は眠っている。だが、それはただ眠っているだけに過ぎない。え？なんていうか、こう、肉塊みたいなもの？あの、アンナリーゼの。まだ進むとこあります？え、こっちから来たんだっけ？こっちから来て、あとは？あとはどこへ？行けばいいでしょうか。はい、ということで、これは何に使うものですか。大橋、久しぶりだな。ヤーナム、ヤーナム市街に出るのも。おい、なんか死んどるぞ。おい、なんか死んどるぞ。え、え？ちょ、なぜ、なぜ転落死だ。死者の白リボン、美しい光沢、繊細なレースを伴って、それはやはり可憐な少女にこそ入るものだろう。赤リボンだったのに。あの女の子ってことでいいの？ここの女の子ってこと？それとも違う人？反応なし、そのようです。なんで落ちたの？アデラインに石を渡すとか。とりあえずなんか、血は使ってみたから、進むかもしれん。よかった、何も変わってなくて。おっす。ドリップ。はい。怖っ。笑い方邪悪だな、お前の方は。はい。血のほど腰を受ける。オッケー。話す。あれ？意志がなくなってきていないですか？ザーさんに戻そうか。ちょっと怖いわ、この。可愛らしさがないわ、この笑い方に。うっす。いねえ。うわー何してんの、どうしちゃったの。左から声聞こえると思った。あなた、どうも。もう一度、もう一度だけ脳液をいただけるかしら。ないです。たっぷりと私を満たす、暗くとろけた脳液を。はい、湿った音が。いや、いいけど、なんでそうなったし。体はずっと耳分離してる、もしかして。すぐそこで、こう、私の頭だけの頭なの。頭だけの頭なの。だから、産湯が必要なの。はい。
あなた体はお願いよ。体どこ行ったの。私何かになりたいの。何かになりたい。血の施しは受けられるんだ。くれはするの。ねえ湿った脳液ですか。ああ体どこ行ったの。体石ころぶつけていい。ここ死んでない死んでない。出た出たぞ脳液。生き返れ。おお安心。お前ら安心だな。いやお前から出した脳液でいいのかどうかっていうのはちょっと微妙な気がするが。内なるものを自覚せず失ってそれに気づく。滑稽だがそれは啓蒙の本質でもある。自らの血を舐めその甘さに驚くように。やったぞ手に入れたぞ、ね、あげよう。湿った音がささやいて、はい、どうぞ。大丈夫か大丈夫か。それが形なのですね。ちょっとよくわかんない。導きよ、あなたの声が見えました。はっきりと歪んで濡れています。出た来ました。いただきました。あ、でも死なないんだ。死ぬかと思った。私だけの結構重要人物だったんだよ君。ありがとう、あなたのおかげよ。はい。あんなに小さかった私でも。え、あ、死んだー。やっぱりすまんすまんことをした。まあでも彼女的にはこれで満足だったのだろう。じゃあアデラインの血ももらえなくなっちゃうのか。これ以降ちょっとそれは悲しいが、苗床、苗床の枯れる文字、精霊住まう精霊の幹となる。人ならぬ声、湿った音のささやきの標本であり、星の何添えたるあり方を掲示する。この契約にあるものは、空仰ぐ精霊の幹となり、苗床としてうちに精霊を住まわせる。精霊は導き、さらなる発見をもたらすだろう。はあ、苗床ということはあれなんじゃないか。ゴースの、なんだっけ、なんか、ゴースの寄生虫もなんか苗床みたいなこと書いてある。苗床。苗床です。わずかにアイテムを安くなる。ちょっと待って何キノコ人になっちゃったよ。なんだよ、ヨセフカで改造された時にこれになればいいのに。何これ、これでどう。あ、出た、やったやった。触手マンだ。攻撃範囲が分かりづれえな。おお、両手、うわー、イカデビルだ。特殊攻撃、何これ、かっこいいポーズすぎるでしょ。何今の、バーン。ちょっと面白すぎんだけど。完全に化け物になってしまったから。どうもー。ルゲンワース。あ、そんな声だったの。ルゲンワース、どうも。このツーショット、どうも、知り合いです。哀れなるおい、どうか。それはいいんだが、聞いてくれ。呪うもの、呪うもの、ダメか。いくらいても足りはしない。そんな話してなかったと思うな。呪いと海に底はなく、故に全てがて、はあ、そこはないっていう、呪いと海に底はないっていう話はゴースターをした時にしたの。呪詛を彼らと共に泣いて、はあ、何ですか、何かください。呪詛、我らと共に泣いておくれ。汚い。出たー、呪詛だまり。何ですか、呪詛だまりって。30ミル、ルゲンそう、うわー気持ち悪い。
蹂躙された漁村の住人、その頭蓋骨、おそらくは頭蓋のうちに瞳を探したのだろう。うるせえずっと喋り続けんな。過酷な仕打ちなどが無数に存在する。だからこそこの頭蓋は呪詛の溜まりとなった。呪う者呪う者、彼らと共に泣いておくれ。なんかビルゲンワースによって蹂躙されてしまった漁村だという話でしたね。へえ。ちょっと一回この攻撃、この携帯で敵を相手してみたい。す？なんだそのステップ。よく見たらステップもおかしいじゃねえか。お、なかなか強靭を削れるぞ。シュッ。はぁ、ハリーン。すん。シュッ。楽しすぎるだろ、これ。バックステップやらないから。おぉ。さあ、変形攻撃も。